そうだよ。さあ、今、緊急で動画を撮っているんですけども、藤川天さんですね。勉強配信したことによって、なんだかたくさんコメントが来るんですけど、昨日なんて僕ね、トイックの動画というか、トイックの生配信だったのに、もうコメントがさ、もうバン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 、変な勉強配信してるんですけど、なんとかしてくださいだとかさ、来て、確かに見たらめちゃめちゃ変な勉強配信だったし、もう訳わかんなかったです。意味がわかんなかった、見てても。なんですが、藤川天さんは8月に、英検とトイックの受験をすることになりました。8月、英検は従来型はもう1回目終わってるので、 SCBT ということになりますね。そして、トイックは普通に公開テストが行われるので、それの受験をするという形になります。で、別にトイックに関しては、この間のね、実力チェック動画で、こんなにもできないんだと思ったんで、1回だけちゃんと受けて、これで、トイック編終了みたいな形で、そもそもトイック受けるってことも知らなかったし、僕もね、トイック受けますみたいになってたんで、え？っていう感じだったんで、一応はこれでおしまい。トイック受けて、ただただこれぐらいの実力でしたっていうのでおしまい。ただ、その前に英検があるんで、SCBT の方が前かな。8月25だっけ、トイックが。公開テストがね。で、その前に SCBT で受験するっていうことなんで、そこまで普通に英検の勉強してもらって、その英検の勉強で、ちょっとでもね、英語の力がついて、で、それで受けて、これぐらいだったっていうので終わればいいんじゃないかなと思いますね。だから、結局ね、IP テストと公開テストも受けてんだよね。過去のやつね、公開しなかったからさ、何点ですとかっていうのも発表しなかったんで、ね、こっちで今回もね、ログインして、ちゃんと発表して、こうでしたっていうので、おしまい。だから、なんか高い夢を見させるとかじゃなくて、もうそれで現実をちゃんと見る。それが、始まりだと思ってるんで。だから、英検も、申し込んだのは英検3級です。英検3級に申し込みました。だから今のレベルだと、英検3級も厳しいんじゃないっていうふうに話したと思うんですね、前の動画で。だから、やっぱこれぐらいがちょうど勉強して合格できる、成功体験を積ました方がいいってね、松原さんも言ってたんで、それで申し込んだという形になります。さすがにこれはね、勉強してくんないとね。で、英検はほら、トイックと違って過去問もあるしさ、あと中学校の範囲だしね、3級はさすがに。高校の範囲ではないので、高校の範囲はきついと思います。正直、高校レベルは全くないと思うので、単語、この間もね、多少チェックして、How の意味が出てこないとかだったんで、これはちゃんと勉強し直した方がいいだろう、中学レベルからっていうことで。中学校の、だから単語帳とかもね、英検のやつ、やったりしないといけないんじゃないかな、これからね。英検3級、もしくは中学で、ターゲットの中学交番。それは、この間言ったと思うんですけど、それをやった方がいいっていう話だったんですが、実力は次回見ていただければと思います。行った時に、そう、この大阪でね、仕事あったんで、大阪行ってきた時に、撮ってきたんですよ。ほんのちょっとの時間だけ。で、実力テストしてきたんで、その実力テストを、見ていただければいいかなと思います。英検3級、受かるかな。今のままじゃ無理でしょ。勉強配信見たって、勉強あんなにしないんだもん。全然しないからさ。それじゃあ、到底受かんない。いや、でも英検3級到底受かんないっていうのが、もうなんだかな、英語の専攻なのにね、短大とはいえ。だから、高卒認定受けるって言ってたルナ申し込みできなかったからさ、高卒認定試験ね。ここで言いますけど、だからちょっとルナがね、そう、だから英検に行くって言ってて、それで、もうさ、もう結構人の、意見に流されちゃうからなってね。そう、いろんな人の話聞いて、英語やって、英検準一級取りますとかって、またもう、青学受かるの次、英検準一級かいって言って、そう、だから青学の難しさも英検の準一級の難しさも知らないからさ、ルナはさ。だから、いや、英検3級からやってって言ったんで、なんで、藤川さんとルナさんの英検3級が始まります。という感じです。ルナは英検4級を取ったから、中学の時にね。今、高3ですから、英検3級じゃない？次取るんだったらっていう感じで話を進めておりますんで、2人の対決、2人の対決がまさかの実現という形になっております。って感じでやっていくと思ってください。で、僕としては、言ってるけど、とにかく短大を出てほしいと。で、短大を出るときに、やっぱ多少のさ、英語力はなきゃいけない。からないといけないわけじゃないけどね、卒業の要件には別にないけど、でもせっかくさ、英語専攻で行くんだからね、外国語大学なんだから、そこはやっぱり多少は3級ぐらいはね、できれば英検2級ぐらいは取って卒業してほしいっていうのがあります。
が、本人がやる気がないのもわかりますよ。その、まあ、病気がね、重なってうまくできなかったりとか、まあ、人間関係がね、うまくいかなかったりとか。で、あとはね、一つ落としちゃって、教育実習行けなくなっちゃって、たんでね、それも大きいですけどね。その教科落とさなきゃいいだけの話なんですけど、そう、教育実習行けないっていうのはまあでかいからね。それはやっぱりだって英語の先生になれないわけだから、まあ、別に学校の先生じゃなくても英語の先生はなれるけどね。とはいろいろ、まあ学校の先生向かないと思いますよ、辛いしさ大変だよ。そんな仕事量なかなかできるもんじゃないと思ってますけどね。まあそういうのがあるんだけど、僕としては卒業してほしいんですよ。だから休学っていうのも、まあまあ病気が重なっちゃったから、本当に入院してますからね。入院と重なっちゃったりなんだりがあったから、まあしょうがないなっていう部分もあったけど、でも卒業はしてほしい。まず何かしらちょっと最後までやり遂げるっていう成功体験をしてほしいです。僕は別にだからこれに合格したとかここに受かったとかじゃなくて、卒業したっていう成功体験っていいと思ってるんで、それでいいので、それをしてほしいっていうのがあります。でその時にやっぱりね、多少は持ってね、卒業してほしいっていうのありますからね。英語力つけて、多分別にね、慶応の文学部の英米文学専攻だってね、英語で論文書かなきゃいけないけどさ、今やもうチャット GPT とかでさ、インチキできちゃうからさ、もう英語力ががっつりつかないでも卒業する人たちが続出しちゃうわけです。で別に他のやつだったらさ、ね、フランス語専攻なんて、フランス語できるようになって卒業する人ほとんどいないしさ、そういうのってあるんですよ。本当に英米文学が一番ちゃんとその言語が身につくっていうのになってましたけど、他の言語のやつほとんどその言語身につかないで卒業してんじゃねえかみたいになってましたけど、やっぱ多少のね、それでも多少はできるようになってほしいじゃないですか。だからそこをね、やってほしいなと思っております。でね、もうああだこうだすごい言われるけどさ、言ってますね。毎回新幹線行ってそれで帰ってきてるわけだから、別にそれお金プラスになってないし、なんならこれも何回か言ってるけど、お蔵入りにしてるからね。てんちゃんが嫌だ、出したくないって言ったらお蔵入りにしてるわけですから、そんなのブワーンってね、特にみんなの注目が集まってた時なんてすごい再生数取れたと思いますよ。だって藤川店の模擬授業あったわけですからね。ちょ、お蔵入りにしたよ。その、てんちゃんの模擬授業をやってる恐怖映像。恐怖映像とか言っちゃった。恐怖映像もお蔵入りにしたし、それを見てるね、僕のリアクションの動画もあったけど、ね、そこ全部、全カットというかもう全お蔵入りだし、あとはあれ？てんちゃんがあの体育の授業でダンスしてるやつ、あれもなしですね。全部出してないし、あれはまあなかなかすごい状況だったけどね、っていう風に出してると思いきやダメ。まああとはだから編集したのでも、ここは出さないでみたいに言うからカットして出さない部分とかもあるからね、いつもね。実はそんな感じなんですよ。まあその悪い部分ばっか見てるからさ、視聴者はさ、実生活もね、いいことだけじゃないですよ。悪いことも実際起こってるけど、彼の周りね、まあ、やっぱ人間関係とかね、でもいいこともいろいろあって、それもだから話したくないから、動画とかには言ってほしくないってことだから言ってないけど、そういいこともちゃんとあるんでね。そんなんで、まあとにかく all in all ですよ。はい、もう卒業してほしい。僕としては英検3級ぐらいはもう突破してほしい。で短大出る頃には順にかな、2級はきつい気がするな。高レベルはかなりきついと思う。だからというか今勉強しないんで、そこが一番の問題。勉強配信とかってほんのちょっとしかやらないしさ。で、絶対身についてないじゃん。さ、上辺だけで全然頭の中入ってないから、そう。だからこれからまずは自分のね、身の丈に合ったじゃないですけど、自分のレベルをまず、ね、嘘つかずに認めること。ここだって。で、そのレベルからきちんと行くこと。だから僕は中学校1年生のレベルから、ちゃんと英検3級を合格するレベルまで上げていくべきだと思ってます。そこからやるべきだと思ってる。ただまあ、ちょっと次の動画は衝撃的なんで、あまりに衝撃的で、予定ではね、ちょっともう一個ぐらいやろうかとも思ったんだけど、いやこれやっても無理だなって判断して、実力テスト一つだけやりました。これちょっと無理だなって思ったんで、次はちゃんと勉強してもらってから、勉強してもらって、でその次の段階の実力見て、で試験受けてもらって、でどうだったかっていう感じだと思います。それを見たいと思います。で、まあ、トイックは記念受験じゃないけど、トイックはもう、はい、トイックはこれぐらいの実力だったんだよっていうのをちゃんと受け入れて、これで終わればいいんじゃないかなと思いますね。だから僕はとりあえずは英検取って、短大卒業してもらえればいいんじゃないかと思います。それからね、編入する、しないに関してはね、別にあの、本当に成績悪かったわけじゃないですからね、その落としちゃったせいで、ええー、ってなったけど、よくも、ないけど悪くもなかったですから、全然それで取れてしまう、成績が取れてしまうっていう大学も大学だなとはちょっと思っちゃうけど、で実はそういうもんですかね、大学って。普通に全然できなくても単位取って卒業できちゃう、それが今の現実だから。そんなの分かってます、教えてる側だったし自分も大学で。はい、ということでした。はい。
なんで英検とトイック8月に出ていきますんで、まあ、とりあえずまあトイック最後、英検は今後受かれば順に目指す、受からなければ3級の勉強を進める。だから SCBT ないから4級5級はないからね。ということでした。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。